失敗だったのかむしろどうしてこれで成功すると思えるんですエロ本を見つけた母親はよく「大人になったわね」という反応するだろう意味が全然違うでしょじゃあどうして欲しいんだ普通でいいですよ初めて一人暮らしをする大学生が作る普通の部屋でなんだそれでよかったのかそれならそうと先に言えよ <laughs> 頼った俺がバカでしたあとは自分でやりますからこれ持って帰ってください お片付けていいのか当たり前じゃないですかようこと,ぶきとな入学祝いに気に入ったものを一本贈呈しようかとほういおりこれ捨てるやつだけどよかったらあっイエスイエスイエスなかなかいいですね78点 <laughs> ふん自信の一本だったんだがな おかげでひどい誤解を受けましたよ誤解でもなかったと思うがな普通はあの場でお前も一緒に見るかとは言わないだろうもう帰ってくださいお祝いの一本を置いて。